にしたことなかった。そっか、そうですよね。今度からいろんな店気をつけて見てみるわ。見つけたら買っとく。ありがとうございます。地域限定らしいんですよね。他のどこで売ってんのかな。おい、タラコット揃ったぞ。本当ですか。うわ、やった、全部揃った。ありがとうございます、ノクティス様。オートの友達にたまに会いたいなって思ったりします。強かったな。まさか一緒に戦うことになるとはな。敵じゃないなら頼もしいけどな。そうそう、心強いじゃん。お前ガーディナにいたやつか。なんだよ、こんな遠くまで来たのか。ね、腹減ってんのか。俺飯探すわ。そういうの詳しいやついんのか。猫ならモニカに聞いてみろよ。オートでは何匹も飼っていたと聞いている。へえ、モニカって猫好きなんだ。ガーディナまで行かずに済むかな。しかし猫の方も根性あるぜ。張りすぎだろ。だいぶ気に入られた。
オクティス様、ちょうど将軍も来てますよ。レガリアもオルティシエに行くんですね。ノクトン、もう出発だね。さっきちゃんとレガリアも積んだよ。言いそびれていたことがある。あ、何？すまなかった。陛下を守ることができず、何もかもが至らなかった。俺の力不足だ。あ、守りようがなかったってな。ね、分かってやってくれ。別に分かってるし。ただな、仲間は大事にしてやれよ。してるし。いくら結果が変わんねえとしてもだ、抱えたもんを話してくれねってな、辛いもんだ。お供が護衛じゃねってのはそういう意味なんだ。頼れよってな。先方が大いに越したことはない。これをやる。武器だけでなく魔法も使え。準備できてんだろ。さっさと乗るな。どうした？
花嫁姿見られなくて残念だったな。水神討伐の準備ずいぶんと慎重だったね。軍動かすの結構大変？いらん心配だ。まあ異国出身の人間なんてって頭固いのもいるからね。ルナ・フレーナ様には会えた。いや、あの人も食わせ者だな。適当なこと言って、何にせよお兄様としては討伐を急ぎたいだろうけど、俺神話に詳しくてね。海だ。なんかこういう船で旅してみたかったんだよね。インソムニアにいたらなかなかこういう機会はねえからな。どこまで行っても見える水平線、なんかすごいよね。神秘。オルティシエまではたっぷり時間があるからな。好きなだけ感動したらいい。船が着いたら他の国なんだよね。ああ、なんだか不思議な気分だな。やっと当初の目的地に着くってわけだ。苦労したよな。だが、ついて終わりじゃない。今度は水神なんだっけ。どんな性格の神様なんだろうな。神話では気性が荒いとされているが、相手がどうでもやんねえと。ルナ・フレーナ様も頑張ってくれてるんだもんね。再会楽しみでしょ、ルナ。うん、まあ無事かどうか確認しねえと。ああ、まずはそこからだな。帝国領だってのがちと心配だ。心配って、ルナ・フレーナ様。ルシス襲撃の目的の一つは指輪だ。相手がルナ・フレーナ様とはいえ、あの国がどんな手に出るかわからない。指輪がなきゃクリスタルもただの石だからな。ああ、そっか。でもなんで指輪はルナ・フレーナ様が。状況から考えると、王都で陛下が託されたんだろうと思う。ずっと指輪を守りながらオルティシエにか。水神の方も大事だけどな。まずは会って解放してやんねえと。そういえば帝国軍のレイブスだが、あ、彼の腕が義手だったのを覚えているか。ああ、覚えてるぜ。王都襲撃の中で失ったそうだ。だが同時に何か得意な力を手にしたという。力だとすりゃ相当なもんだな。いきなりテネブライ人が将軍に抜擢されてんだ。力って言ったら、正直人とは思えないほどだった。カンナギの一族だからかと思ったけど。それもなくはねえだろうな。だが確かに尋常じゃなかった。あいつにも何かあったってこと。そしてこれはあくまで噂だが、奴は今陛下の剣を携えているらしい。もやしの？そいつはどういう意味だ。王様のお墓と同じってこと？わからない。だが王家の力と関連はなさそうだ。何より使っている様子はないと。うん、力を手にした割には最小に頭が上がらねえし、その陰で敵の形見を大事に持ち歩く。どういうつもりなんだろう。水神のところにもやっぱり帝国は来るよね。可能性は大いにある。奴らが巨神を襲ったのは六神の力が